日記を見つけた。なあ、人の日記を見るなんてはしたないことはおやめなさい。そう言って私を叱る人はもうここにはいない。正月から始めた日記が2月の声を聞いたことがない私と違って、母は毎日の日記をきちんとつける人だった。運命の女神はどうでもいいところで微笑みかける。ちょうど今の私の年齢の時の日記だ。内容はいろいろ、日々の雑感、買い物のメモ、その日見たテレビの話、私とのこと。ちょうどこの頃、母と私は微妙な関係だった。3月6日火曜日、翔子から将来について相談を。違う、正直に書こう。相談というよりはあの子は宣言した。画家になる。この2年で貯めたバイト代を資金に4月から留学すると。あっけに取られた私とお父さんを置いて、あの子はその後部屋から出てこなかった。絵描きになるという私の夢をつい両親は本気にしなかった。美大通いは道楽にしか見えていなかったらしい。私はこの時、そう、行ってしまうなら軟着陸を諦めたのだ。とにかく行きたいところに行ってしまおう、自分が降りたい場所に降りてしまおう。それが平和な変態飛行を続けてきたこの家族をバラバラにすることだと分かっていた。3月10日土曜日、翔子は気を変える気はないらしい。言い出したら聞かない子だ。私がいくら言っても同じだろう。お父さんは痛い目に遭ってみなければ分からんと放っておく気らしい。無関心を装っているが、かなり腹を立てているのが分かる。この頃の母は両親に背を向けた私と、私がいないように振る舞う父との間でおろおろしていた印象しかない。いや、物心ついた頃から母はいつもどこか居心地が悪そうにおろおろしていた気がする。昔かたぎの父と新人類だなんて呼ばれた世代の私の間で、母はいつも自分の座る場所を探していた。3月14日水曜日、明日のダイエーは牛乳1リットル139円、冷凍食品すべて4割引き。牛乳はお一人様1本なので、翔子を連れていくのを忘れない。私はまあ毎日生きてるわけだから、そうおろおろしてばかりもいられないか。父が一方的だからでも、私が聞く耳を持たなかったからでもなく、母はただマイペースにわがままにおろおろする人だったのかもしれない。忙しいかもしれないけどついてきてくれないかしら、うん、待ってるから、うん、待ってる。で、結局自分の思うままにしか動かない。私はなんだかんだで母になるだろう。3月18日日曜日、翔子は新しい絵に取り掛かった。またよくわからない絵だ。綺麗な景色とか人物画なら私も少しはわかるけど、意味のない形を描いて濁った色を塗りたくれの、何がいいのだろう。いや、いいんだけどさ。濁った色って、見る人がいい気分になれるような綺麗な絵を描きなさい。それは私の絵じゃないの。そう返事することに飽き飽きした後も、母は繰り返しそう口にした。人間は気持ち悪いものとか気味悪いものに惹かれることもあるけど、そんなのはほんの一時のことなんだから。その点で言うなら、絵にこれっぽっちも興味を示そうとしなかった父の方がはるかにマシだったのかもしれない。
3月22日木曜日、何を書いているのか証拠に聞いてみたが、何を聞いても私としか返事してくれなかった。ネッキビー、これ何書いてるの？これよ、この立方体があなたなの？似てないわよ。だってほら、あなたどっちかっていうと丸っこい。ごめんなさい。そうよね、何でも的なことよね。ああ、じゃあこっちはこれ、さっきのに比べたら丸っこいけど、こうトゲトゲだとね、ウニよね。ウニ、ごめんなさい、見た目じゃないのね。はあ、これもあなたなのね。お母さんにはワイングラスでし、これはワイングラスでいいの？じゃあこれもあなた。じゃあこれももう、ああ、そっか、あ、全部か。じゃあ問題、お母さんが一番好きなのはどれだ？なんで返事してくれないの？なんとか私に近づこうとするこの頃の母は正直ちょっとキモかった。3月23日金曜日、絵には精神の状態が現れるという、どうしても気になって精神科で相談してみることにした。はじめは私の話を真剣に聞いてくれたが、翔子の年を聞かれ、今美術大に通ってますと答えた途端、芸術家の精神世界はどうのと、ま、見るからに真剣じゃなくなったのでがっかりした。所詮お医者様とはいえ一言だ、心配いらないでしょうと言っていたが本当だった。本当です。今でもとても健康にやっておりましたが、何してんの？子供の学位がとても不健康で心配しておりまして。子供の年齢ですか？もうすぐ美術大を卒業します。それは相談されたお医者さんもどうしていいか分かんない。3月24日土曜日、翔子に何度も話しかけようとしたが逃げられてばかりだ。それでも言わずにいられない気持ちがあの子には分からないのだろうか。私はあの子の育て方を間違ったのだろうか。もっと厳しくすべきだったのだろうか。今ならまだ間に合うだろうか。自分からは手を挙げない人だった。私は母に叱られた記憶はあるが、怒られた記憶はない。虫も殺さないという表現があれほどぴったりくる人、私は知らない。3月25日日曜日、今日テレビでいいことを聞いた。相手をノックアウトするには脳を揺らさないといけないらしい。そのためには顎を横から思い切り打ち抜くのが正しいやり方だそうだ。いざという時のためにぜひ覚えておこう。お母さん、いざという時ってどういうこと？3月26日月曜日、やはりどう考えてもあの子の考えがまともだとは思えない。どうしてわざわざ先のわからない道を、苦労する道を歩こうとするのだろう。もっと素直に幸せになればいい。私の思いをとうとうあの子は分かってくれなかった。ねえ、いいかしら？あなたの絵を描きたいと思う気持ちはね、とても大切なものだと思うの。でもそれは仕事にしなければいけないの？一生かけなくてはならないの？好きな人と結婚して子供を育てながらじゃできない？何もかも投げ出すみたいなやり方じゃなきゃダメ？お母さんはね、あなたに普通の幸せも知ってほしいの。私は何も言わなかった。そして今も母さんが言う普通の幸せとは少し遠慮いまま生きている。
すまないと思う気持ちと謝れないと思う心の両方が右耳と左耳のように私にへばりついている。3月27日火曜日、翔子は今日一度も私と口を聞かなかった。私も何か言いたかったが、これが親子なのだろうか家族なのだろうかわからない。閉じこもってあの子が書き続けているものに価値はあるのだろうか。例えばあの絵が高く売れるのなら、私はあの子の選ぶ未来が許せるのだろうか。こんなに寂しい思いをすることはなくなるのだろうか。3月28日水曜日、眠れないまま考えた。結局私はただ寂しいだけのような気がする。翔子が私には理解できないところにいてしまうことが怖いのだ。あの子が感じている喜びが私にはわからない。血がつながっていても、一緒に暮らしていても、同じことに喜べないなら、それは家族と言えるのだろうか。あの子が絵の具が足りないからと出かけていく。私には分からない。でも分かることもある。血がつながっていなくても、同じことに喜べなくても、たとえにくくても、背中しか見せてもらえなくても、振り返った時に心の中にいるのが家族だ。いやおうなくて、この上なく厄介で気になって仕方ないかさぶただ。あの子はあの子の道を行くのだろう。私はあたふたとしながらそれを見ていくのだろう。私にはわからない。誰かを思いすぎると、どうして人は少し歯車がずれてしまうんだろう。まったくねえ母さん。3月31日土曜日、血がつながっていなくても家族だ。私はあの子とそう言えるだけの日々を積み重ねてきたはずだ。勇気を出そう。あの子がお父さんの前の奥さんとの子供でも何も変わらない。今の私なら自信を持ってそう言える。明日だ。明日、翔子に真実を告げよう。は？ちょっと待って。何これ、そんなの私知らない。こんな話私聞かせてもらった覚え。4月1日日曜日、翔ちゃん、騙された？はい、日付に注目。エイプリルフールでした。じゃーん、これに懲りたらもうお母さんの日記を勝手に見ちゃダメよ。
元気ちょっとお母さん、あの日記何？やっと読んだのじゃないでしょうが。そりゃ読むわ。実家の管理を押し付けて出てったのはあ